よいしょ。テンポがいいので、今日はすごく天気がいいので、買い物にでも行きたいですね。はい、ベッドメイキングしたんですけど、今時間は、12時ぐらいかな。はい、12時5分です。二度寝しました。なんか寝癖、寝起きのままだけどいい感じなんで直さずいきます。もういいかこのままで。昼にやっちゃったんでだいぶ日が昇りましたが、ずっと日当たりがいい部屋です。日当たりがいいのにね、一番めちゃくちゃ大事ですからね。ちょっとだいぶ風が強くなってきたんで、窓閉めます。ですね、今日はちょっといつも行ってる自由が丘のお花屋さんに行きたいんですけど、このね、ツツジがだいぶ今見頃な時期なんですけど、部屋があったかくてすぐに開花しちゃって、今ドライフラワーみたいになってるんで、枝だけをちょっと新しく見に行きたいなと思うので行きます。緊急事態宣言中ですが、自由が丘はちょっと人多いかもしれないですね。行く行く、お花屋さんです。男性フラワーです。だってなんていうんですか。はい、雲竜柳ですね。雲竜柳。3本ぐらい。ここから結構開くんですか。あ、もうこうやって芽が出てくる感じです、ね。あ、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいの描いた。なんだか雨が降りそうです。なんちゃら柳買いました。ちょっと名前。名前覚えてないんで後で調べます。この辺住み始めてもう4年ぐらいなんですけど、やっぱ自由が丘って本当におしゃれなお店多いんだよな。ちょっと甘いもの食べようかなと思ったんですけど、ちょっと雨降ってきたので帰ります。雨降ってきた。一瞬にして雨降っちゃってますね。自転車。一瞬にして晴れましたね。けどめっちゃでかい。意外といける。なるほど、いける。
ましたね、ニューフランツ。めちゃくちゃかわいいな、このうねうねした感じで。強そうなんだけど葉っぱがすごい柔らかくてかわいい。ここから花だったりとかは咲かないみたいなんですけどね。よし、早速じゃあ移し替えますか。かわいい、あ、いいな。いいですね。